2019サイガです。お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。南行徳の花組という、お姉さん市川のマークであるバラを袖に入れてきて、それを説明しろと言われているので一応今見せると思いますけど、見えないですよね一応バラが入ってます。それを家と言われたのでしっかりとやってます。その花組さんと一緒に、よくくっついてあちこち踊りに行くメンバーも加わって、サイガというチームで今今日踊らせていただきます。皆さん準備はいいかな。どうしてもよさこいなんですけど、扇子を持ちたいというので扇子を持ってます。鳴子を持っているのは3人しかいません。その鳴子も3人なんで6個、誰かが落とすかもしれないですけど、当たりそうになったら避けてください。結構な勢いで飛んできます。それじゃあ行きましょうか。鳴子に
Thank you.